長寿寺は、熊本県熊本市南区と宮井町木原にある、天台宗の寺院。比叡山延暦寺の末寺。木原不動の通称で親しまれる。千葉県成田市の成田山新勝寺、東京都目黒区の滝泉寺と並ぶ日本産、大不動村の一つ。九州三十六不動霊場第十九番札所。毎年2月28日の大祭には、主権者が素足で起き火の上を渡る。 日渡りや、煮えたぎった釜の熱湯の中に座る、湯立ての荒行が行われ、数万人の参拝客で賑わう。延暦年中、伝行大師、最長の会期と伝えられる。王子は、最国第一の談義書と言われる、寺勢を誇った。本尊は最長が一刀三塁して刻んだと伝えられる、不動明王立像。像の体内には、最長新筆のホッ行良品が捧ぐ。 造されているという。二兵あるいは方言の頃、九州に下校し、肥後に入った、鎮西八郎亀友ことみなもと亀友が、木原さんの要害に上官を築き、鬼門の方角にあたる、この寺の不動尊を深く信仰したという。文字年間には、源頼朝が同右を再興、治療水田十八長武寺床発生府を寄進し、祈願書とした。天章に入り、 キリシタンであった小西雪長が日後半国を領すると治療没収の浮き目に遭うが関ヶ原の戦いで雪長が敗れた後は雪長の所領を引き継いだ加藤清正によって再興された明治維新の際廃物希釈の影響で一時廃寺となったが地方における著名のテイラートということで宇都の極楽寺園宮松を持ち院を移して再興された寺の三号は 岩海山といい、寺の後輩地にある山も岩海山と呼ばれている。これは、この山に上官を設けた源のためともが自慢の弓で山上を飛ぶ狩りを射落としていたので、狩りが山を迂回して飛ぶようになったとの伝説による。本尊の不動明王立像は水引不動と呼び習わされている。かつて大干ばつのため山下の田が干上がり、里人が難重していた。 里人が本尊の不動明王に祈ると、その後、不思議なことに、田の中に水が引き上げられており、不動尊の足には泥水の跡がついていたという伝説による。境内の広さは約6,600平方メートルに及ぶ。日後国士官の13、12丁、熊本県案内190ページ眼解、山村上院長寿時期原不動尊ホームページ、演技、なお、フィクションではあるが、 タメトモを主人公とする滝沢馬琴の陳切弓張り付き前編第30回眼科山行動作譜母水俣浜義夫氏たメトモにもタメトモと眼科山が描かれている。日後国史館の1318丁。ありがとうございます。